おいす、こんにちは、無理です。眠い。1時42分どんな時間やねんってことでね、おはようございます。多分朝ですね、声出すのはね。エルザ・スカーレットの編成が出来上がりましたので紹介していこうと思います。はい、いろいろ迷いました。はい、いろいろ迷った結果、まあ一旦ちょっと編成の方に行こうか。性能がバインド封印スキブ2個です。これ昔モンポ購入額10万モンポぐらいのキャラにいたかな。あいつのなんかスカーレットってついてるので、またなんかパワーアップしたキャラなのかもしれないですね。ちょっとフェアリーテイルですかね、これは。わからないとこがあります。25ターンの光が10個以上あれば変身可能になってます。ヘイストできるの偉いね。最近のキャラだった変身はまあ条件付きではあるけど軽い方ですかね。変身後バインド封印、指プラの回復時の浮遊持ち10強4つあって無効感で、で V 破壊持ちです。体力タイプです。まあつまり新屋長です。4ターンスキルで、一旦なら自分の上限値を250億高いですね。単体なので750、まあさ、まあでも750出る場面はあんまないかもしれない。まあ種族は250カンストいけるんですけど、そうですね、今ちょっとマイクをイジイジしましたけど、副属性もカンストちょっと怪しいかな、新屋長だとって感じですね。まあ光のコンボしじゃないところもあったりしますけどね。で、あとね、HP と操作時間 1.5 できるんですよね。ここがこいつの強みですよ。火力の上限解放はまあまあもちろん強いんですけど、やっぱね、この操作時間を毎ターン上げて、毎ターン HP を変動できるので、耐久値がまあ高いです。うん。回復エルジも本で持ってるし、今回軽減ループも一緒に使っていくので、めちゃくちゃ耐久率が高くなっております。はい。って感じ、新時代の、アンジェリーナみたいな。4体ループ版の新時代アンジェリーナ感を受けるかもね。交換できるしね。リーダースキル光回復の同時攻撃軽減で攻撃15倍です。で、参加算して固定300万。ちょっと低い。300万。で、光属性全パラ 3.6。まぁ、ちょっとコンボ数も少し不安なところはあるかなと思いますが。軽減率が低いんですけど、新屋長割合がないので、まぁ、適正度は高いかなっていう感じですかね。武器に関しても結構強いので、まぁ、交換する価値は全然あるって感じですね。6ターン属性吸収無効とか、兵装もできて、火力も漏れていい武器だと思います。はい、ということでこいつを4体使います。まあ、編成はこうでしょう。多分ね、基本こうなる、新屋長に行こうとするとこうなるって感じですかね。シールド破壊するスキルがないと、めっちゃきついですね。うん。ってなった時に、やっぱりね、このサイガーゼロがね、強いですよと。はい、サイガー0ですけどね。23ターンのこれ変身で15個ずつで相性いいですね。作品の壁を越えた相性の良さ。で、光コンボ強化で火力も出してくれてね。3段スキルで、シールド破壊と吸収無効もやってくれますんでね。まあ、無効貫通もやりますけど、まあ、今回無効貫通は普通に組めるんで。はい、じゃあ編成ですが、まずエルザ・スカーレットに V 破壊は勝手につくわ。リダチェン・チエン・リュウやアークベルザ、ちょっと武器のね、あれが、編成難易度が高くなってる。はい、で、こちらね、ダリル・バルデで、悪魔回復キラー遅延4です。で、こちらゼルクリアで悪魔体力遅延4です。で、サイガーゼロは体力悪魔キラ遅延4。まあ、ここキラ別に振らなくてもいいかもね。で、上、ミナカです。ここは2ターン吸収無効できる短めの武器。まあ、アントマンとかね、シカリです。で、次、オーロラ姫。アシスト無効潜在遅延2で、上はマグニート武器ですね。で、続きまして、フレンド枠が悪魔体力キラ遅延4で、上ゼロクリア。もうね、回復力こんぐらいでもらわないと、トントンにならない。回復力が、結構足りないです。まあ、新屋長がね、4分の1で低いんがあれなんですけど、いや、結構渋いっすよ。うん。これ、回復ドロキョープラス3つ持ってるんだけど、これでも正直、全然なので、チーム回復これぐらい持って、まあ、ようやくトントンかな、みたいな感じですね。これぐらいあったら、まあ、比較的安定。バッジはマガジンバッジになっております。これで、やっていきましょう。はい、ということで、じゃあ、行きましょう。あ、そうだ、考えたっていうくだりの話全部もう言うの忘れた。いや、クローリーをね、入れてどうのこうのも考えたりとか、チーム回復とかいろいろ持ったり、チーム回復とか回復だらけを持ったりも考えたけど、結局これになったわ。はい、サイガーゼロ変身して、まず2体のエルザ。エルザでいいのか、読み方は。変身して、で、サイガーゼロ打って、エルザ変身させて、で、ここで、オーロラ姫撃って、で、エルザの変身後を使用して、で、最後のエルザを変身して、突破していきまーす。
超追撃武器とかもね、意外と相性いいかもしんないけどね。最近あんま見ないけど。はい、これ突破。シールドは最近もう超追撃で破壊する時代一瞬で終わったもんな。最近はもうあれですよね。もうスキルでパコ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 。いや、パコパコはならんやろ、シールド破壊するときに。はい、ということでここは、まず耐久します。2ターンの吸収無効必要です。なので、こういう時のためにちょっとね、サイガーゼロだけだと1ターンしか吸収無効しないので、ミナカの武器を使用しております。上が溜まりやすいような、比較的短い二段吸収無効の武器があると、ここで役立つかなって感じですね。あれとかもいいんじゃないかな。プーと仲間たち。あれも結構短くなかった。7ターンぐらいのあれじゃなかったかな。って感じですね。まあ、ああいうのもいいと思います。ドロキオもれるし、HP も持ってね。結構代用候補になりそう。キドロキオだけ今回詰めてないのでね。どっかでキドロキオ欲しい気持ちはある。はい。ということで、ここ2パン突破です。結構かっこいいよね、このキャラ。僕は、フェアリーテールを見てないので、知識がないんですけど、結構人気そう。かっこいい系の、多分強いんだろうな。強い系の女性キャラって感じですね。僕そういうタイプ結構好きですよ。僕のタイプはファイナルファンタジーのライトニングですから。ね。ああいう、あの人めっちゃ強いからね。話が脱線しそうなんで、ここら辺でやめときましょう。で、ここは待ってるけど別に待たなくていいです。はい。全然突破しちゃっていいですよ。ワンパン突破できると思います。こいつなら。もう一体は光半減だと思うんで、ちょっと時間かかるかもしれない。2パンぐらいですけどね。多分言っても。めんどくさいんですよ。こいつは弱化目覚めがキモいんで待った。向こうはトゲ目覚めがキモいんで待ちたかったら待ってくださいって感じ。待ちたくなければもう待たずに突破していいです。で、三蔵星に関しましては初手アシスト向こうなので L 字組みましょう。今回 L 字の数がオーロラ姫の頼りなのでプラス分の2個しかなくて、なのでアシスト向こうは解除するにあたっては2つ組まなきゃいけないですね。はい、L 字2個。まあ、2個組むだけで半分いきますけど。これでアシスト向こう解除しながら、まずは半分まで削ります。で、後半はサイガーゼロで吸収向こうして突破です。はい。じゃあ3階層の最初にオーロラ姫撃つって、まあ、PDC に書いてあるからいいか。はい、ということでこれ突破ですね。毒目覚めもね、振りたいけど、振るならフレンド枠か。まあ、サイガーゼロに振るのは、まあ、いけるかな。って感じ。振るならサイガーゼロに振ってもいいな、毒目覚め。で、ここに関しては、オーロラ姫を貯めた状態まで耐久してから突破で。ここで遅延してくるのあんま良くない。あんま好きじゃないけど。大体さ、覚醒無効解除のキャラにさ、アシスト無効潜在振るじゃないですか。まあ、ちょっと一部例がいますけどね。ゲトウとか。だから結局ここで遅延2個しか振ってないキャラに大体このアシスト、覚醒無効解除キャラがいるんですよね。絶対覚醒無効解除キャラって遅延される傾向にあるんですよ、ここ。それがちょっとあんま気に食わないですね。だから覚醒無効解除キャラには遅延4を振りたい気持ちが高いね。はい、ということで、オーロラ姫を溜まった状態でこの階層です。で、アマテラスが出ると、まあ、どっちが出ても全然オーロラ姫を撃っちゃっていいですけどね。どうせ軽減なんで。アマテラス出ると、覚醒無効なので、オーロラ姫が必須と。で、あとは、ここサイガーゼロの上を、残り、まあ4ぐらいにしたいですねって感じ。なので、ワンパンで多分ね、無効貫通とか組むとね、一撃でガーって根性ぐらいまで行っちゃうから、ちょっと待ってますね。2ターンぐらいかけて突破。3ターンほどって書いてあるけど、まあ2ターンでいいかなって思ってます。だいたい2ターンになると思う、自然と。はい、2パンで仕留めます。2パンで、で、根性は抜けきれないので、マイクロムーブになります。はい。まあでも HP はね、3.6 倍でしたっけ?かかってるので、まあマイクロムーブは余裕で受けきれます。で、ここが、吸収がまた2ターン継続欲しいので、サイガーゼロの上を貯めますが、ここね、気をつけなきゃいけない。ここ、長々と BDC なんか書いてあるけど、要はリーダーフレの攻撃デバフが飛んでくるので、撃つタイミングを考えなきゃいけないです。
サブ2枚連続打ちできるタイミングでミナカを使用するか、こんな感じで今誰もデバフ受けてなくてリーダーが浮いてるじゃないですか。一旦ね、これ盤面耐久したから2枚上がってるんですけど、はい、こんな感じで絶対攻撃デバフを食らってないキャラクター2枚で殴っていく必要があるので、この後ね、ちなみにリダフでデバフ飛んできます。ここで殴り始めとかできると結構いいね。サブのエルザを使用するタイミングでこの階層に入ってくるといいかな。ほら、これ食らった状態で、じゃあ仮にリダフレでとどめを刺そうとすると削り消えないんですよね。だからサブの上限解放で必ず抜けるような感じをしてあげないといけない。ここ結構気をつけなきゃ本当に罪なんで、ね、これ突破です。攻撃デバフ、受けてなければ全然余裕です。で、カグツチ引きました。ここは、スサノオとかが消せない状態半分いったら来るので、オーロラ姫は気持ち温存しながら削っていくのがいいかな。まあ半分手前から一気に持っていければ全然何でもいいんですけど、半分で止めちゃうとちょっと厄介な敵もいるのでお気をつけください。で、ここ攻撃デバフ食らってって、その個別デバフも食らってるし、普通にパーティー全体の攻撃デバフも食らってるんで少し待ちます。はい、まあこれちょっとカグツチ特有のスキル効果、敵の効果なので待ってますけど、まあ別に待たなくてもいいと言われればいい。はい、で突破していきますが、キラが残って毒目覚めこれあんま良くないですね。で、次のフロア4ターン発狂の敵ですね。メタル階層、ここに関しては発狂吹き切れるので、一応サイガーゼロ初手打ちして3ターンで、まあ、殴っていくっていうことはできるんですけど、無理にしなくていいです。はい、サイガーゼロ使用して、ここ 1C でいいですよ。全然 1C でいい。あんま細かく PDC は書いてないけど、ここ 1C で遅延分を取り戻しつつ、はい、これでループをまた取り返して、コンボ現象なのでメタルアンタレスはこんな感じで平積みしてあげるといいです。他の敵は無効貫通とかでいいですけど、はい、こんな感じで一撃削りできまして、で次も結局待ってますね。で、ここオーロラ姫の軽減を生かしながら回復エルジも込みでこれ受け切れます。なのでコンボ現象とかうざいんで受け切っちゃっていいです。こう待っていいですよ。はい、これ受け切れます。で、あとはまあ余裕見て突破してもらえればいい。で、オーロラ姫が半分いったら必要になってくるので、まあオーロラ姫が溜まる状態で半分まで削ろうねって感じですね。はい、 OK です。ということで学生も飛んできます。ここはオーロラ姫ですね。盤面縮小してくる敵がキモいけどね。メタルスピーカーが盤面縮小かな、消せない状態と。はい、オーラ姫で解除したらこれで削っていきます。ここからもうワン、いや、こう2パンだったな。これね、気をつけた方がいいけど、ギリミリの星になりそう。一回ジャブ打った方がいいかもね。怖すぎ、怖すぎです。はい、ちょっと危なかったです。危うく発狂。はい、じゃあ10階層です。今回メタトロンね、ようやく出てくれるようになりました。うちもこれ HP 毎ターン上限させてるので、上限毎ターン上昇させてるので、あの無意味です。操作時間短縮と HP 減少系のギミックはこのキャラには効きません。あとはもうひたすら削るだけなので、この階層はアテナが出ようがメタトロンが出ようが別にまあどっちもどっちです。何もない、特に何もないです。暗闇耐性はないですけど、まあ言うてその盤面5個なんで、丸か四角かみたいなドロップになるんで。はい、まあ、超根性20パー残りますが、別に残ったとてダメ向こう張ってくるぐらいで特に大したことないので、ドマ突破しましょう。さあ、ミナカが溜まっていくと。ミナカに関してはまあどうせアシスト向こうされるからな、次ボスで。またミナカ武器ね、アシスト向こう終わってシールド破壊も終わって本体削り出した時になんか溜まってくると思うんでね。次ミナカ武器はボス最終形態で使っていく感じですね。はい、手を手声突破です。はい、OK と。
さあボス回想でございます。サイガーゼロを使用しながらシールドを削っていきましょう。まあ、サイガーゼロ合計で2回撃てるかな。で、初手はアシスト無効解除したいので L 字を2つ。はい。で、耐久しつつ、まずは待ちます。で、あとはアシスト返ってきたら自力で削りながら、サイガーゼロが溜まったらサイガーゼロも使用するといった感じですね。はい、ターンスは2ターン分の余裕できるかなと思いますので、まあ、2パンで本体は殴って突破しましょう。トゲがね、いっぱい作られるんで、トゲあんま触りすぎないように気をつけるっていうことを意識してくださいね。第一形態はね。で、今回木を引きました。はい、ということで苔アグリゲートですけど、こいつに関しましては、まあこいつに関しましてはつか、まあ別に何もないけど、削るだけなんで、どいつもこいつも。半分いくタイミングはおそらく、ちょっと PDC で細かい計算しないけど、オーロラ姫の軽減と回復 L 字で耐久できると思ってます。一応ミナが溜まるんで、まあ半分時に合わせれたらミナが使用するが安牌だね。はい、ここはひたすら正方形ですね。はい、回復はもうちょっとしっかりした方がいいです。ちょっと全部繋がっちゃったんで、ね、はい、四つ消し意識で組んでます。ルレがうざいんですよね。この指定色ルーレットがマジうざいから、ちょっとルレ終わるまで待つのもありですね。この後待ちますけどね。無効貫つくまなかったら火力全然入んないんで、特に本体なので、ルーレットがうざかったらちょっと待ったらいいです。これ待ってます。特に本体じゃなくて真ん中の V とか狙ったら絶対全然削れないから。で、ルレが終わってまた削り始めてますね。はい、受ける時込みの無効貫通光にセットで、さあ光の落ち込む乗って、うん、いいです。さあ、ということでこれで V が破壊され半分もいきまして、で、ここでミナカ仕様かな。軽減も残り2だし、ミナカが切れてもオーロラ姫がまた上がってくるということで、はい、この辺でまあミナカを出てると強いっす。はい、これでまずは削ります。これはまだ発狂じゃないよね。次の攻撃が発狂かな。ここのタイミングがなんか難しいんですよね。半分難しいね。 V 破壊した影響かが分かんなくて、 1.5 倍になってまず優しい攻撃が飛んできて、その後にこのこれ操作短縮からのここの攻撃強いよね。これが発狂ですね。はい、ということで、まあミナカ武器あれば余裕で耐久可能です。で、あとはこれラストパズルになってます。 V もね、2個破壊できてますし、まあ真ん中の V だけはいつも壊せない編成が多いですけど、V 破壊ボーナスもね、合計で4つはパーティーに入ってますので、まあ、比較的落ちやすいのかなといった感じですね。はい、ということで以上です。こんな感じでやっていました。まあ4体ループ全然、新翼鳥に関しては全然いいと思います。ただまあ最近のダンジョン割合とか多いので、他のダンジョンもクリアしようとすると、クロウリーとかと合わせる方が耐久値割合にも強くなっていいのかなって感じですね。はい、ということで、もし組めそうであれば参考にしてみてください。ちょっとゼルクリアとかいっぱい使っているのは申し訳ないですけどね。はい、草は初ゲットでした。はい、ということで参考になりました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。